私生活でできないことはありますか？バーヤがいないと切符が買えないとかあれば教えてください。いやいや、ちょっとそれね、この場をお借りして皆様にお伝えしていただきたいなと思ったんですけど、宝塚を辞めた当初本当に何もできなくて、本当にマネージャーバーヤって知らないですよね。バーヤってそのなんか一般的な話じゃなくて、バーヤという人が役柄が役割の人がいるんですか？いや、実は宝塚時代ファンクラブの代表をずっとやってくれてた人と一緒に私オスカーに入って、オスカーの時にその人がバーヤって言うんですけど、マネージャーになってたんです。ファンクラブの代表の人がマネージャーになって、マネージャーになってやるつもりはなかったんですけれども、たまたまオスカの社長に君も来なさいみたいなこと言われて、なんかそんな感じでなんか走ってきちゃって、で今ではもう辞めて、その間マセキさんっていうところに1年間いたんですけど、今はエボリエというちょっと小さい事務所の社長をしてます。バーヤは、バーヤ大出世じゃないですか。ですね。バーヤやり手ですね。そうなんですよ。もう単にその宝塚のいろんな人のファンで、で紫吹さんのファンにもなって、ファンクラブリーダーみたいに。私がリーダーになってほしいってお願いしたんで、20歳の時。はあ。紫吹さんが20歳でバーヤはいくつだったんですか？26ですか。26の女性にバーヤはちょっと失礼じゃないですか。いや、そのバーヤって言ったきっかけは、私バラエティーに結構出てるんです。最初バラエティに出たくないって言ってたんですよ。そのバラエティの番組がこう何にもできないことをなんかさらけ出すみたいな番組だったんですよね。でそんなこと言わなくても、宝塚のトップスターってもしかしたらすごいとかかっこいいとかで終わるじゃないですか、うん、いちいち言わなかったら。でなんでこの出なきゃいけないのみたいな、出たくないですって言ってたら、バーヤがそのお仕事を私はめられちゃったみたいな感じで最初出たんですよ。で、まあ、実際出てみたら楽しかったので、まあ、何とかやってたんです。ある日足になんかお魚がフィッシュ、なんとかフィッシュ、あ、ドクターフィッシュ、角膜を食べるみたいな、バラエティの番組でなんかロケで会った時に、私すごく嫌だったんですよね、それが。ほうほう。でその時になぜかわかんないんですけど、バーヤって叫んじゃったんです、気がついて。もう嫌で呼んでしまったと。そうで、そこからバーヤになっちゃったんです。だからテレビって怖いでしょ。一番最初に見たバラエティ番組で何にもできないっていうことをなんかすごい格好の餌食とされまして、で何もできない人がついにバーヤと助けを呼んだと。で何もできない人はバーヤがいないと何もできないみたいな、もうテレビの怖いね。それがなんかもう本当に20年近く前です。でもそこから本当にその当時は何もできなかったです。何もできなかったっていうか、全部やってもらってました、いろんなこと。 ある意味合ってるんですね。そうそうそう、その時はでももう十何年前ですよ。あ、まあ、今はもう全然切符買えますよね。そうですよ、携帯電話だって、ね、どんどんアップグレードするじゃないですか。はい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 。それと一緒に私もアップグレードしてますから、もう大丈夫ですっていうことを言ってください、ひろゆきさん、ここで。大丈夫でみたいです。大丈夫です。で, すよ。でも実際そう、じゃあ宝塚もなんとなく入っちゃって、でバラエティの世界もはめられて出て、でも結局誰かに道筋決められてなんとなくけど、うまくいって面白いからちゃんと結果出すみたいな。私は本当になんかラッキーっていうか運だけで生きてると思うんですけど、自分の意思はバレリーナになりたかったってことで閉ざされてしまって、で、まあ、バレエの先生に夢を託されて、まあ、受験したら受かって、本当に申し訳ないんですけど、で、まあ、宝塚入ってまた運よくトップにもなれて、で、まあ、女優になるとも思ってなかったんですけど、そういうレールが引かれてる感じでなんかここまで来ちゃって、運だけで生きてるラッキーガールでございます。でもなんか何やってもそれなりの仕事になっちゃうっていうことですよね。いやー、それなりの仕事かなんだかわからないですけど、今生きてられてますね。まあでもバーや優秀っていうのはちょっと気になりますね。その社長まで、もともとただのファンクラブの人だから全然別の仕事してたんですよね。いや、結婚してました。あ、普通に主婦とかだったんですか？主婦です。だから今でも主婦です。一番迷惑を被ってるのは彼女の旦那様ですね。でも今ではまあ一番のファンとして2人で応援してくださってますけど、だから本当に周りに恵まれてます。まあ、でもその人がマネージャーとして力があるっていうのも、なんか今の話でちょっと分かってきたのが面白いなと思って。今日の対談内容のまとめです。バーヤという人はかなりやり手で優秀な方です。芸能界で売れたのもバーヤのおかげかもしれませんね。紫吹さんはもう電車の切符は一人で買えるみたいです。成長してるみたいですね。紫吹さん自身の実力もありますが、紫吹さんを生かす周りの人間も恵まれていました。面白かったら
SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。